数秘術は、X ファイルのシーズン9代13話で、2002年4月7日に、FOX が初めて放送した。本エピソードでは、オープニングのスローガンが、DOTI アーマーを愛しているという意味となっており、それに合わせて、クリス・カーターのクレジットも、プロダターエセキューティブを、クリス・カーターとなっている。本エピソードは、X ファイルのエピソードの中でも特に難解なもので、あり、 賛否が大きく分かれた。レースは連続殺人事件を調査している最中に事件が数秘術と関係しているのではないかと直感する。それを聞いたスカリーは数秘術よりも犯人のはめていた指輪が被害者の顔にぶつかってできた傷跡の方に注目するべきだとレースに言う。自分の直感が間違っているとは思えないレースは数秘術の専門家に助言を仰ぎに行った。 しかし、その専門家は連続殺人犯によって殺されてしまう。犯人は不審な男性に呼び止められた。その男性は彼が何をしてきたのかをしているかのようだった。バートは謎めいたことを言ったが、犯人はそれを気に留めることはなかった。レーエスは事件と数秘術が関係していると主張するが、その主張は他の捜査官に受け入れられなかった。しかし、 犯行現場を地図上に図示して線で繋いでみると6という数字が浮かび上がってきた。スカリーとレイエースは数比術の専門家が殺された現場を再調査することにした。道中のエレベーターでスカリーはたまたま同乗した男性が指輪を3つはめているのを見る。この男性が連続殺人犯だと確信したスカリーは男に銃を突きつけた。しかし、 男はまんまと逃げを伏せた。二人は駐車場の方へ逃走した男を追ったが、無駄足に終わった。二人は自動車の陰に隠れている男性を発見し、彼にボディチェックをする。男はいかにも怪しげな雰囲気だが、殺人犯には見えない。唐突に、バートは二人をチェッカーに誘う。チェッカーの赤色のコマと黒色のコマは次に殺される。被害者の髪の色を暗示しているかのようだった。 それを悟った二人は犯人がまだ駐車場に隠れているのではないかと捜索する。それに気づいた犯人は二人に襲いかかった。まあ、一発のところで駐車場にやってきたドゲットが犯人を射殺した。ドゲットは数日術で次の被害者がスカリーだと知ったのである。不思議なことに謎めいた男は現場からいなくなっていた。近所のイタリア料理店。 そこではパーティーが行われていた。二人の男が歌を歌って、場はさらに盛り上がった。カメラは上空へとズームアウトしていく。街の夜景を空から眺めると、なんとそこには、バートの笑顔が浮かび上がっているではないか。もしかしたら、バートは気まぐれで人間の前に姿を現した神なのかもしれない。カーターは政府とエイリアンの陰謀を中心に物語が展開される。 X ファイルにおいても、ユーモアを盛り込むことは必要だと感じていた。特に、重い話が多いシーズン9では、なおのことそうだと考えていた。カーターは、シーズン9は陰鬱な雰囲気を漂わせていた。だからこそ、緊張から解放されるようなエピソードが必要だった。と述べている。数秘術の専門家、ビッキー・バーディックの名前は、カーターの知り合いの高校生の名前から取った。 カーターはビッキーというキャラクターを気に入っていたが、そうであるからこそ劇中で殺さなければならないと感じていたという。ビッキー役にエレン・グリーンを起用するにあたって、カーターはグリーンが出演した映画リートル・ショップ・オブ・ホラーズを2回鑑賞した。ビッキーが登場するシーンをどう撮影するかを決めるのにカーターはかなりの時間を費やした。カーターはグリーンは兵士のようだった。 僕の演出に忠実に演技してくれたんだよ。と当時を振り返っている。ビッキーを演じるグリーンは、覚えなければならない設定が多くて苦労したと、述べている。アナベスギッシュもセリフを覚えるのに苦労したという。ギッシュは、私がセリフを必死で覚えているとき、ああ。私は、何としても、このセリフを覚えねばならない。ところが、そのセリフはまるで物理学の統一理論のように、 難解なの。覚えられなかったらどうしよう。と思っていたと述べている。バート・レイノルズは前々から知人のロバート・パトリックに X ファイルにぜひ出演したいという思いを明かしていた。それを受けて、カーターはホニエピソードにレイノルズを起用することにした。カーターは出演依頼を出すにあたってレイノルズに書き上げた脚本を送った。 それを読んだレイノルズは出演の依頼を快楽した。カーターは若い男にとってレイノルズは憧れの存在だった。そんな彼と仕事ができるなんて夢みたいだ。と語っている。パトリックはレイノルズと共演できたのは素晴らしい体験になった。レイノルズは演じることを心から楽しんでいるんだ。と述べた。カーターは本エピソードに登場する数秘術に関して 数比術が我々の生活の一部分であり、生活の中で何らかの役割を果たしていると示したかった。とはいえ、数比術を使ったのは、我々の生活空間と問題解決能力を規定している、ある種のパターン、行動を規定する様式を説明するためであった。このエピソードを主張すればわかるように、会議主義者スカリーと霊感が強いレースの行動は、ほぼ一致した。つまり、 数秘術が事件に関係していると信じるようになったのである。と語っている。上空から見た街の夜景にバートの笑顔が浮かび上がってくる。ラストシーンは CG によって表現された。ただし、その前のカーニバルのシーンはクレーンを用いて地元のお祭りを撮影したものが使われている。CG の夜景はバートレーノルズの頭部をかたどって作られた。 二方向から撮影された画像を一つにまとめ、ぼんやりと顔が浮かび上がるような加工を施した。当初の予定では、クリス・カーターの顔が夜景に浮かび上がる予定であったがそれは没になった。本作の楽曲もマーク・スノーが作曲したものである。スノーは、カーターの求めに応じて、カールゼロの楽曲をもとに、本作の楽曲を作曲した。 カーターはゼロの楽曲を聴いたとき、型破りな作品ではあるが、僕が作りたいエピソードにぴったりな音楽だ。リトルイタリーで開催されるサンジェナーロ祭を彷彿とさせると感じたと述べている。クリス・カーターは数比術の根底にあるのは数字なんだ。日常生活における数字の重要性は、各々の,の,のプレイヤーに手札が配られる場所、つまり、 カードテーブルに由来するものだ。私たちは皆カードを持つ存在でありつつも、先祖から受け継いだ遺伝子によって運命が決まった存在。つまり、数比術的な存在であると言える。この考えが日常生活において役に立つものを僕たちにもたらす。つまり、それは自由意志と運命なんだ。と述べている。こうしたカーターの見方は、 バートが街角で3枚のトランプカードを引いて並べた時、2枚はジョーカーで1枚はキングであったシーンに強く現れている。2枚のジョーカーはイエスが卓形に処された時にその傍らで貼り付けにされていた2人の泥棒を象徴しており、キングはイエスが神の子であることを暗示している。本エピソードに登場する連続殺人犯のマッド・ウェインは不運な人間であった。それゆえに、 ウェインは自分の中のあるに従って行動してしまったのである。カーターはウェイン自体が運命のようなものだ。運命こそ数比術において僕が探求したかったテーマなんだ。視聴者は冒頭のシーンでウェインが自らの運命についてレーノルズ演じる神に問いかけるのを見る。神はすべての運命を知っているのだ。少なくとも神はウェインをうまく扱わなければならないのだ。 と語っているまた、カーターは、神は、すべての数字を知っているのだ。すべての数字は神に属するものだからだ。神は人間に数字を振り分け、壮大な規模のトランプゲームをやっているのだ。神は、自分が人間でゲームをしているということを我々に、それとなく、示そうとしている。神のゲームは、勝敗が、はっきりと決まる。その参加者の一人でもあるエインはゲームに、 負けてしまったんだ。とも語っている。2002年4月7日、ホックスは本エピソードを初めてアメリカで放映し、910万人が主張した。本エピソードは、その難解さゆえに賛否が大きく分かれた。ロバート・シャーマンとラース・パーソンはその著書、ボンティング・ツービリーブエイ・クリティカル、ガイド・ツーザ・エックス、ファイルズ、ミレニアム・ザ・ローン・顔面で、 本エピソードに5つ星評価で4つ星を与え、脚本にかなりの知性を感じる。クリス・カーターの演出がとても素晴らしいので、我々は神の視点から物語を眺めることができる。神ほどの知性はないにせよ、相当な知性があるのは確かだ。と評している。クリティカルミスのジョン・キーガンは本エピソードに10点満点で6点を与え、 全体を見れば十分楽しめる話だった。しかし、以前のシーズンにあったような明快かつ感動的な、エピソードよりもいい点数をつける理由がなかった。シーズン6とシーズン7はこの手の話が多すぎて、かえって評価を落としている。シーズン9に来てまた同じことをやるのかと思った。と述べている。AV クラブは、数比術でどんな物語が展開されているのかは、 わからなかったが、レイノルズの強烈な存在感と、そのユーモラスな演技は目に焼きついた。と述べている。ガーディアンは本エピソードを X ファイルの傑作エピソード13戦のうちの1本に入れている。ウゴネットワークスは本エピソードに登場するバートを X ファイルに登場したモンスター11戦に選出し、クリス・カーターが思い描いたように、神は善なる存在である。神は、 自らの創造物、つまり人間に自分が作り出したパターンをそれとなく提示している。神は人間に目の前にあるヒントをよく見なさいと絶えず働きかけているのだ。神は人間が自分のヒントを見ないことを熟知してはいるが、それでもヒントを示し続けるのである。と評している。ありがとうございます。